はいえー、き今日はですねあの2024年の,、あのー、あの10月、ねあのー、21日なんですけど、あのー、もうね、あのー、大道芸もあと、まあ、10, 10日9日ぐらいでね、あの十日9日か 10, 10日ぐらいで、ね、もう大道芸が始まりますそれでですね、あの大事なことはですね、あのー、私はもちろん、あのー、静岡市内に住んでますし、あのー まあ、何回も言ってますんでね、あの様,子様子が分かってるんですけど、これはですね、問題はあの、の今年はですね、あのーあのーあのー、10月1日から、あのー、4日までですね、であのー、月曜日が、あのー、もうやるんですけどね、あのーであの、問題はですね、この本をね、普通、あのー、俺、毎面、あのー いいろいろ変わってくるんですねあのきょ去年は有料だったんですけど今年はなんかあの無料なんですよね。でこれがあの無料であのああのこれを市の,、ね、あの市役所の,あの町,場町場劇場推進課ということとあと大道領の実行委員会というのがあるんですね。そこ2人で2つのところが話し合ってあのいろいろやってるんですけどあの本をね ある箇所に、あの、駅だとかね、あの、あの、借所とかに置いてあるんだけど、みんな、あの、お客さんが持っていって、もらっていってですね、もうほとんど、もうない、ないような状態なんですね。それで、あの、特に、県外から来た人なんか、あの、困る、困ると思うんですよね。それで、あの、あの、 デジタル本もネット上にありますけど私ちょっと使ってみけどねなんか使いにくい分かりにくいですよねほいであのスマホのこの小さい画面で見ますとあのすごく見にくいですやっぱりこの辺の本のねあの大学ノートぐらいの大きさでないと見にくいですねそういうことを感じますそれでね簡単に説明しますのでねこの動画を参考にして大道芸もね こういう感じに、あのー、これを本,本を持ってますとですねこういう,あの開,こう開いて、あのー、いろいろね見る、あのー、ことができるんですけども今日は最初にあの場所の問題ですよね。あのー、場所はこんな感じで。あのー あるんですけど大事なことはですねここのあの寸婦じょあの寸婦じ公園っていうのがですねあのここであのでここも入れますと約八カ所ぐらいでねあの同じ今場所で八カ所ぐらいであの縁起場所がありますんであのここへ初めて来る人だとかねあの人はここへ行くのが一番いいといいと思いますあのとまあ行き方はねあのあの簡単に言いますとあの JR の静岡駅のねあの新幹線で降りましたらあのあの静岡駅の北口へ行きましたですねそしてあのまあ、タクシーで行く方法とかあのバスバスで行く場合もですねここの,あのここにバスターミナルの案内係み,なみたいなのこありますんでここであのあの。<laughs> どどんどん何行きのバスに乗ったらいいでしょうかとか聞けばあの教えてくれますんでねここであのバスで行ってあの、まあ、一番簡単に言うとあのここの,あのあ青い区役所のとこではお,お,おりましてですねほいてここをあのあのこ,こっち側に中の車ショットがありますんでここをこう行って二の,の丸橋とここをこう行くんですよね。ここでこうあ行く ですけどもあの後ねまあこっちここをちょっとまた南へを降りてってねおいてあのここをずっと行ってあの歴史館の横を取って東口からね入っていくという方法がありますここであとあのまあ歩く場合はねあの心あのいえいえい東静岡駅からあの中からね地下を行くあの行きます地下一階をねあの 階段で近いとかエスカレーターで近い一回行きましたら、あのー、ここをずっと、ま、おりましてそれまあ晴れたら場合はねもうここからすぐ、あのー、地,上地上へ出た方がす、ねあのー、分かりやすいんでね、あのー、エレベーターで、あのー、松屋カットがありますんでここにエレベーターで上がるか、あのー、てあと階段とかねてあとこっちらにあっエム M2 という今度新しいビルができますんでそこではあのー、エスカレーターでね、あのー、行けますんで登りますんで一回ねそしてこ,うこ,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 ここですね あの、ここをあのずっとこの行きましておいてあのここにあの江川町交差点って言うんですよねここ普通まあこれが北街道ですからおいてあのここになんですかねここで近いへ行くとねそれあの遠くなってしまいますんであの1階へ行ってください1階へ行きましてここあの行ったらここあの横断歩道ありますのでこう通ってねそうするとここにペガソード というあの大きいビルがありますので4階5階があの都市間になってるんですけどねでここの北を行ってでお堀とか,とかが見えますんですここに横断歩道がありますんであのこの横断歩道を渡ってでここをあのこう行ってあのこ,こ,こっちへ行くんですねでまたあのあまあ静岡 <laughs> 鉄道でねあの セノバであの降りた人とかバスでここへきたい人はあのこう行ってねあの教育会館というところありますねここはあの細い道をね行く方法もありますねでここへ行きましたらこう行きましてほいでここ東口からねこうは入ってきます、ね、でこ,れこれがあの一番の,あのここの,あの この駿府城公園というのが大体お大まかに今までここにすごい広い地があ,あ,あ,ある、広い広場みたいなのがあるんですよね。でこっちが今の駿府城あと天守台発掘調査ということで工事中みたいな感じですね。で、はい、あとはあの大体こう,いうこ,こ,こういうとこが円,円形になってましてでそところどころであの。 演技をするということで、あのまああの初めて来る人なんかここへ行くのがね一番いいと思います。そしてさらにあの大事なことはこの広場のここにですね、あの文化会館ってのがあるんですね。あの八八のここですね。ああここですね。文化会館があの七ですね。これがあの文化会館で室内でやりますんで、あので雨あのもう開催って決まった以上はあの 雨が降ってもやります。あの雨雨が降ってもね、問題なく、あの、演技ができますよね。で、あの、あのこそこなの、他のところだと、ちょっと、あの、演技によってはね、やっぱり雨が降って、あの、あの、やっぱりそういう、た例えばた、高く、高いところへ登って、椅子の上で逆立ちやったりとかすると、やっぱり、あの、そういうものが濡れちゃうと。 演技ででできなくなくっちゃいますんで、ね、危険ですんねねからねやっぱりあのあのアーティストもケガをしたら困りますんで場合によってはあの雨,が雨の,その強さにも関係するけど中止になったりとかね部分的に中止になったりそういうことも起きますでそれでこういう文化会館だとあの室内ですのであのそういう心配はありませんねでここであの大事なことはこの文化会館のこのその近くなんですけど、ね、そこは1階の1階の近くにここにも広あ,ありましてあの テクノロジーポイント、ここでも演技するんですね。ここにまあ,あの、自転車とか止めるんですけど。これであのー、これで、だからで、あと大事なことは、あの、あのー、プ,レムプレミアムステージっていうのはですね,、あのーまあ、ね、11月1日から、あのー、4日までやるんですけど、あのー、大体一 <laughs> 日でも、あのー、あの、あの 昼であの昼の部にあ,、ね、あの,あの,の,にあの,あの見たい人がいたらそこ,そこで見たらでそうあの見た後にあのここを見るとかねあとまたここここあの一番近,あの近道ですね近い道にあ,あるんですけどここをこの堀沿いをねずっと行きまして。 北門橋っていうのがあるんです。ここを渡ってね、そうするとあのすぐここへ行きますんで、あのここへね、でこの一番広いところに行きます。おとだいたいあのあの一と二でね、あの今演技してるんですね。あのこうやってこうやってこういうところにであの総武あの出店がこの道の出店がすごく両側に出ますんでとかね。これあとあと,あといろんなブースですね。いろんなの自動車の 会社が自動車を展示してあのお客さんに見てもらうとかねそういう感じにしてこ,この部分が、ね、一番あの充実してます。ね、で,あのでいろいろで普通の出店以外にねあのキリンビールのねあの会社がなんか経営してるようなあのお店もありますんで、ね、あのここが一番あの飲食したりあの家を見るときに、ね、一番いい,いいと思います。 おいであのあとこうねあのこれがポイントですからこあの1にですねでちょっとあの南へ来ますと三ですね SBS ドキ,ドキドキランドということでここであの一つここで演技をしますね三でねほいであのいでここもあのずっと回ってきましてほい,い,い,、ね、いでここで五で一つほいで六でとかねほいでこう四もありますね。 で、でここにあの、あのこういうところに電車が出るんですけどね。でこういう感じで、まあこの寸布城公園のじゃあ行けばもう八ヶ所内の場所であの演技をしますから、ここへねあの行くのがあの初めての人だとかね、あの、あのそういう人はここへ行けばいいと思います。そあとまああのこういう ネット上でデジタル本もありますけどねそういうものを見たり大道芸のねほぼ見て自分の見たいアーティストをメモしていってですねその人たちがいつどこで何時何分から演技をするかそういうことを調べてからねあのでもう計画を立ててあのじゃ でその場所へ行くということでああのまあ、違う場所へねあのもう慣れてる人は何回も行ってる人はそういう感じであの目的の場所へねあの行くんですけどで一応そういうことでほかにはですねここがですねああのあのここにあの井の丸橋というのがありますんでねでここをあのこう行ってそれで県庁のあの 横きましてですい、ね、と、とこちら行きますと、あのここにね、あの伊勢丹があるんですね。伊勢丹のここのと,ところでもあの演技をしますねあの。10、10とね。で、であと市役所の,あの東口のところでもね、演技をします。空、10、ね。そで,で,で、ここで、ここでもやりますね、11番ね。 おいであとはのここをあの南へ下りますとここがの青葉公園通りなんですねおいでここがの青い役所おいで,おいでやると人はここに12番とかねおいであ,あとこれをずっと行きましてあのあのここからもう 100m らに 100m ですね高が昭和通りでここに青葉交番がありましてでここに。 あの時は公園ポイントというのがありますのでここでも演、ね、技をしますね。おであ,とあとはあのあのここに13であ「ウォーキングストリート」って書いてますから演技、まあ、をするかとかし,ちょっとしっかりわからないんだけどねあのあのち,ょちょっとそういう部分はちょっと自己責任で、ね、ちょっとやってもらいたいんですけど。あの こういうところは大体やるんですよね。あと大事なことはここで、ここですね、あの私はあの去年はここで見たことある,ある,あるんです、あの駿河屋さんのね、けはき通りですね、欅プラザの,とあの駿河屋さんの北のところですね、あのここで17、ここのでここのも演技してました、去年はね。 静岡駅の18番ですねあの北口の,あの竹千代ポイントとです、ね、北口竹千代ポイントここでもやりますね演技をねほかにはあの、まあの,あの駿河区サテライトとかねあの清水区サテライトでもやりますね そういういであの一応本がないとねあのすごく別に分かりにくいと思うんですね本だといろいろチェックができますからね。であとあの話したいことはたいあ,あの平均して言えることはですね、あのー、こういうところでですねあのた、ー、いあのー大,体あのー、大体ですけども約、あのー、3組3種類。 サ組クらいのね、あのー、アーティストが出るんですね。あのー、それであのサ、ー、チームですね。それであのー、だいたい一日に二三回やるんですね。二三回同じ場所でやりやりますんで、あのー、まあ多少は変動しますけどね。あのこ、ー、れあとこちらのプレミアムステージに昼間の分を出たり、そてその後にあのー、夕方ねああのやるというそういう場合もありますんでね。こ大事なことはこういうところで見ててあのー。 あの自分の主の、ね、やっぱり第一希望の見たいもの第二希望のもの第三希望のものを見たいとかいろいろありますんでねあの自分の第一希望の,あのアーティストの前,前の演技をする人はどういう演技をするのかとかねほいであの自分の,あの第一希望の人を見た見たうにあのその次の演技者はどういう演技をするのかかそういうのも調べてほでもしあの 見たいものがあったら第一希望ののの人の、ね、の絵の絵も見れば良いいと思いますで。そういうことでとにかくあの <laughs> 見たいあのアーティストを調べてそどあど,どこでやるかとかそういうものをし全部調べてですね。あの計画を立ってここにあの、ね、何分いたら何時から何,何分いたら今度は次,次はどこへ移動しよう,でこ,うここで見たら今度はこっちへ移動しようとかね。あのあの 計画を立ってね、あの動い,た方がいいいいたがと思いますそうしないとね一日がねあっという間に終わってしまい,終わってしま,いますからねそあとこういうあのこういう文化、ね、会館でやるのを見て,てあと天気の関係もあるけどねあの、まあ、一応あの11月あの過去の統計からいくとあの11月1日からあの4日までというの,あの雨は雨が少ないんですからねだけども過去にやっぱり雨,雨があの降ってねあの 途中で中止になってしまったとかそういうそういう事例もありますんであのねあのそういろうんなことを考えてねあのここ,ここであのなんか調べますとあの指定席が3000円くらいで、あ自由席が、ね、1000円くらいで見,見れるそうです。ね、でそういうあの情,情報もつかんであの計画を立ってねあの,あの安全に、ね、あの楽しいね時間を過ごしてください。 じゃあいいですね。あのじゃここが主ですね。ここを主にあのあの一二号とね、あとここのあの文化会の七をね、あの考えてあの計画を立ててあの行動してください。 アーティストいことで、ね、じゃうこれも載せてきますね。 じゃあ、ねあのー、大道芸のねホームページを見たりあのー、私の動画を見たりしてね、あのー、け計画を立ててあのー、安全にね楽しくあのー、過ごしてくださいよろしくお願いいたしますであのー、できましたらねあのチャンネル登録も押してくださいよろしくお願いいたします מה like יקרה?